ヒラノ仕様、飛べ、遺跡二日で、キング、プリンス、スノーマン、松本潤を抜き去る。無双状態の秘密と今後の展望。ジャニーズ事務所を離れ、滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所、戸部に合流したばかりのヒラノ仕様が、わずか二日で SNS 上での絶対的な人気を確立。キング、プリンス、スノーマン、さらには松本潤までをも凌駕する。 無双状態に突入している。その背後にはどのような要因があるのか、そして今後の芸能活動においてどのような展望が広がっているのかを追っていく。一点、ソーシャルメディアの圧倒的な成長。ジャニーズ事務所から、戸部に移籍した平野潮が立ち上げた公式インスタグラムは、わずか2日間でフォロワー275万人を突破。これはジャニーズ事務所の中でも成長株とされるスノーマンやキング、 プリンスを迅速に抜き去るものであった。特に、Z 世代を中心に SNS を多用する平野が、若い世代から圧倒的な支持を得ていることが伺える。2点、平野の個性と広告キャンペーンの成功。平野はジャニーズ事務所を離れてもなお、P&G 社、ファブリーズのテレビ CM に出演し続けている。これにより、彼の知名度は離れていくことなく、ファンや一般の視聴者からの注目を集めている。 現在の契約は今月中旬までとされ、その後の更新や新たな広告キャンペーンに平野がどのように関わっていくのかが注目されている。芸能記者によると、外国人記者クラブでの会見で自らの性被害を明らかにした岡本カワンが、平野もその現場にいたかのような発言をした際には、カワンが非難されると同時に、ファンからは、平野に罪はない、ジャニー北側を許せないという全面擁護の声がありましたとのこと。 これは平野がファンから強い支持を得ており、彼の人気が揺るぎないものであることを示唆している。3点、過去のユニットメンバーとの縁。平野紫耀と岡本カウはかつて同じユニットに所属していたことがあり、その縁が彼らのファンからの信頼をより強固なものにしている。ジャニーズ事務所内での様々な問題に巻き込まれたメンバーたちとは異なり、平野がその試練をくぐり抜けたことが、彼の人気を不動のものとしているようだ。 元々ジャニーズ事務所のゴリ押しメンバーであった岩橋元気や神宮寺優太、そしてセクシーゾーンの最年少メンバーであったマリウス洋もジャニーズ事務所を退所してしまった過去があり、そのユニットは今ではジャニボタの間でなかったこととされている。平ヤがこのような敬意を持つユニットのメンバーでありながら、彼自身がその波乱に巻き込まれず、成功への道を歩んでいることが彼の強さを象徴している。平野紫耀は、 飛べ、遺跡からわずか2日で、キング、プリンス、スノーマン、松本潤といったジャニーズ事務所の重鎮たちを抜き去り、無双状態に突入した。その要因としては、SNS 上でのフォロワー急増、広告キャンペーンの成功、過去のユニットメンバーとの縁などが挙げられる。今後は平野の芸能活動がどのように展開されるのかが注目されている。特に P&G 社。 ファブリーズの CM 契約が今月中旬までとされており、その後の動向がファンや業界関係者にとって気になるポイントとなっている。一方で、彼の強固なファンベースや過去の試練を乗り越えた姿勢から見ても、平野仕様の今後の成功は確実視される。ジャニーズ事務所の性加害問題が取り沙汰される中、平野の躍進がジャニーズ事務所を代表する存在となる可能性も考えられるだろう。